まあ前回はちょっと苦々しい思い出をね、富士山を見て苦々しい思い出を思い出したもんで、今回、中身紹介していきます。僕のカトラリーセットですね。まあ袋はもう前回紹介したんで中身見ていきましょう。まず入ってるもの、僕はコーヒーが大好きなもんで、まあコーヒーね、こうやってIKEA で買った袋に入れております。スティック状のやつですね。で次にお箸、ベルモントのやつね。で次に鉄板をこする用のこういうやつ、ヘラというのかポテというのかわかんないけど、ちょっと俺はこれ固めのやつは使ってる。まあグッて入れたらさ、それ曲がるだろうけど、ガッてしたら曲がるけど、まあ結構な力入れても俺は曲がらない、このちょっと固めのやつを使ってるよね。でサイズはこれぐらいのサイズのやつを使ってますよと。で調味料だね。で俺はあんまり料理しないから種類はないんだけど、油、醤油、鍋の素っていうのと、塩、胡椒、まあこれだけだね。このボトルなんだけど、いいブランドのやつがあるんだよね。ちょっと名前ど忘れしちゃったけど、ただ今100均に売ってるから、ちなみにこれも100均で買ったやつだと思う。これに俺は油を入れてるよね。これこのサイズ、油、醤油で、これがなんか豚骨味噌みたいな、まあうまいんだよこれ。これを入れとるね。で、まあ、塩コショウなんだけど、これちょっとボトルが違うじゃんね。だ前は塩コショウは外、なんだかな、塩とコショウが入る容器、専用容器があったんだけど、もうあれよりもこっちの方がかっこいいなっていうことでこれ入れてんだけど、これも100均だね。100均で買ったなんか小さいボトルだと思う。なんか化粧水とか入れるやつじゃない、旅行用の。だからこの今はこういう感じになってるかな。液体はこのでかいので、塩コショウはこの小さいのっていうね。そんな使わんやん、だって塩とかまんま持ってきてもさ。あ、俺はもうこれぐらい、だいたい1泊2泊しかしないんだからさ、基本的にはこれでやってるよね。あとこの塩コショウに関して言うと、なんか専用のさ、赤と黒のさ塩コショウ入れがあったんだけど、あれなんで使わなくなったかって言ったら、まあ見た目もそうなんだけど、ちょっとね、なんかね、いい塩を買った時があって、そしたら粒がでかかったんだね。そしたらその塩の出口から出なくて、いちいち蓋を取って使わなきゃいけないからめんどくせえからこっちにしたんだね。これだったらもうほら、これは粒、普通の粒のやつだと思うけど、もうこうやって使えるわけじゃん。もうこっちの方がなんかかっこいいし、でちょっとこれ曲がってんでしょ。これもなんか熱かなんか焚き火かなんかでこうなったんだと思うけど、これはこれでまた味ということで使ってるよね。でまあ入れてんのはこんな感じなんだけど、本当はここにこれも入れたいわけだよね。カトラリーセットだから入れたいんだけど、これ入れてるとさっきのこっからね突き出るんだね、これがね。だから今別に入れてるけど、まあ
この袋の中には こんな具合に入ってますよっていうことですね。まあすごいさ、料理にこだわる人からすると物足りないのかもしれないけど、俺はもうこれでキャンプの、調理を賄ってるということです。以上、僕のカトラリーセットの紹介でした。チャンネル登録よろしくお願いします。